はい、皆さんこんにちは、鉄坊でございます。いつもひま坊主チャンネルをご覧くださいまして誠にありがとうございます。さてですね、本日は参院選維持利用促進ワーキングチーム提案というふうに書いてございますけど、これ何のことかと言いますと、兵庫県が温度をとって、この、城崎温泉から浜坂の間の輸送密度を4倍にしようというような、こういう利用促進の、協議が行われておりまして、でこれ、12月に第3回の協議が行われたんですね。でそれについていろいろ話が出てきたんで、そこをちょっと今日お話をしていきたいなと思います。多分ここ見ると最初のとこ見るとね、そんな出来っこねえじゃねえかって思われると思うんですが、ちょっと最後までね聞いていただきたいなと思います。結構これはいろいろってね難しい問題をはらんでます。はい。で、まず最初に城崎温泉と浜坂で輸送密度を4倍にということなんですけど、これはまあ4倍にっていうのは2020年度、コロナで一番下がってる時なんで、この時は506ですから、これを2000以上にしようと、要するに2000以上あれば当面廃止されないっていうこと、一つの線引きですんで、それになんとかしようという、5年で4倍にするって言います。5年、でその利用促進案として出てきたのが、で一つ目はまず IC カード新型車両の導入。確かに IC カードが導入されれば便利になるし、新型車両が入れば毎日乗ってる人は喜ぶでしょうが、これができたからといって4倍にはまあならない。4倍の足しにはなるかもしれないけど、本当に小さいですよね。そして次、定期補助。で、これはもうすでにやってるところあります。学生さんの通学定期補助とかやってるところあります。それから駐車場、駐輪場の整備。これはですね、地方においては車社会が進んでおりますんで、パーク&ライドっていうのは必要だと思います。これはできるならどんどんやった方がいいと思います。本当に駅前に駐車場がタダであれば、そこに車を置いて列車に乗っていてくれる人も出てくると思います。それから次に、列車バスの体験乗車。これちょっと後でお話します。次に観光スポットの情報発信、キッチンカーのイベントなどということで、主に観光スポット駅周辺のということなんですけども、こういったものが出てるんですが、最初に申し上げたように、行政と、事業者、事業者はもちろんだと思うんですけど、これを、提案されている、発言されている行政の方も、これやれば2000いくだろうとは誰も思ってないと思います。誰も思ってない。だって考えたら、ちょっと考えたら分かることだと、これでいけるわけがないんですよ。で、なんでこれが今出てきてるかっていうと、とりあえず今はまだ意見を出し合ってる段階、第3回の協議会なんで、だいぶ話は出てきてはいるんですけれど、こういう協議会って1回目は顔合わせで、2回目は、課題の共有で、3回目に意見出しましょうぐらいの感じだと思うんで、今はこのまだ現状認識とかすり合わせのまだレベルなんじゃないかと思うんです。そもそもですね、こういう、協議会っていうのは今まで行われてあんまり来てなかったんですよね。で、こういうのをやると、もう一気に鉄道会社から廃線って言われるから嫌だって言って、自治体さんがなかなかね乗らないっていうようなことは、これはもう鉄道事業者さんがよく言ってることで、それが去年の、地域モビリティの刷新の検討会で何度も私お話してますけど、そういうのがあって、でその結果、2000以下はもう今後考えていかなきゃいけない。で、1000未満のところはもうどんどんこれからですね、事業者さんと、沿線自治体で話を聞いてください。で、今後の、公共交通のあり方を考えてくださいと、それができないようだったら、国が介入しますぐらいのことを言ってるわけでございますよ。で、そういうことがあったんで、言い方は悪いんですが、お尻に火がついて、みんなやり始めているということで、この兵庫県が温度をとって沿線自治体、それから関係事業者、JR 西日本もそうですし、それから地方のバス会社とかもそうだと思います。それから場合によって商工会とか観光協会の方とか、そういった方も含まれていると思うんですが、みんなでこう今意見を出し合ってやり始めているというような段階だと思うんで、今までやってなかったことをやり始めたから、こんなことになっているというようなことだと思うんですが、この中で、まずこの観光スポットの情報発信なんですけど、実際に来てもらうには情報発信じゃダメなんですよね。で、私は海外に住んでて、日本に行っても今もう車、もう左側通行の車はちょっと怖くて乗れないんで、もうこっち右側通行です。逆ハンドル、ハンドルも逆だし怖いから日本でも車運転しないんですけれど、
あの二次交通って本当に不便なんですよね。観光地に行こうと思うと本当もう車じゃないといけないところがいっぱいあって、鉄道に乗っていて駅降りてバス乗って行こうと思ってもそのバスがなかなか来ないとか、本当にあの列車の時間にバスが合ってないとかそういったところがいっぱいあるんですよ。でこういうまず二次交通を整備するところ、まあもちろんあの文言に含まれてないだけでそういうことも考えておられるのかもしれないんですが、情報発信をするしただけだったらみんな車で来ちゃうんで、このね、まあ、列車に乗ってきてで 列車が着いたらもう10分後にはバスが出発しますよというような、まあ、そういうことまでやって初めて あの公共交通でも行けるんだなっていう認識をしてもらえるんで、まあ、情報発信するにはそういったところも含めていかに鉄道で来てもらうかということも考えていかなきゃいけないんです。ただまあ観光だけで人数伸ばすのは本当難しいっていうのはこれまで何度も言ってる通りで、普段使いをどんだけ伸ばせるかっていうところにかかってると思うんですが、それもまあなかなか難しい、ちょっとこの後お話しますけどなかなか難しいところではございます。 でさっきちょっと後で話しますといった列車バスの体験乗車なんですが、これはですね、体験乗車それから実証実験というのはよく行われる手法でございます。実際に、まあ、地域の皆さんに周知して乗ってもらって良さを知ってもらって、それから、より便利に乗ってもらうために本数を増やしたりとかして実証実験をしたりっていうのはよくあることです。廃線にする前にまずやってみようということなんですが、本当に意味のある方、あるやり方ができるかっていうことなんですが、例えばですよ、1日6往復の列車のところですね、朝と夕方に1本ずつ増やして8往復にしましたって言ったってそれじゃ多分あんま変わんないと思うんですよね。どんだけ便利になるかっていうと、まあ、本当だったら30分に1本って言いたいところなんですが、30分に1本は多分やりたくても地方の路線だと交換設備とか取っ払ってしまって運行上無理っていうところがあると思うんで、せいぜい1時間に1本かなと思うんですが、それでも1時間に1本でも毎時何分にあなたの駅では出発しますというふうにして、でなおかつそこに行くコミュニティバスとかバスもきちっと走らせてちゃんと鉄道を使える状況に持っていった上でやらないと、単純に本数増やしましただけでは本当に意味にある意味のある実証実験とか体験乗車になってないと思う。だ体験乗車をしてもらう、そしてまあそれが実証実験に置き換えられていくと思うんですが、それをやるためには本当に意味のやり方っていうのはもうあの普段使う人がどうやって使うか、特に車を使ってる人に乗ってもらわないと絶対増えないんで、そのためにはこんなに便利に乗れるんですよっていうことまでやらなきゃいけない。で、それは本数をある程度増やすということと、それからその列車にきちっと接続する、その駅の周辺にある周囲にある集落のとこを全部回っていてバス乗っていって、そのバスが着いたら5分ぐらいしたら列車が到着して乗れるっていう、ここまでやって初めて意味のある体験乗車実証実験になると思うんです。果たしてそこまでできるのか、今までのなんか実証実験とか見ると本当にちょっと本数が増えたとかっていう程度で、そこまでなかなか予算的には難しいと思うんですが、そこまでやって初めて、ああここまでやってくれるんだったら便利だなと、じゃあ使ってもいいなっていうふうになると思うんです。ただそれをやってなったところでどんだけ増えるんだって、それはまた別の問題ですけれど、で次にここでこの事業者と自治体の意識の乖離っていうのがあるんですが、まあ事業者さんにすると、まあ、乗らないから減便してると、で自治体にしてみると、もう本数少なすぎて不便だから乗らないということで、もう意識が完全に乖離しちゃってるんです。でこの意識をすり合わせるためにも、この本当に意味にある本当に意味のある実証実験、今まで例えば、まあ、具体的に例を出せば三江線とかもなくなる前に実験とか行われてるんですけど、まあ、本当にちょっと本数増えただけ でそれでさらっとやって、まあ、2、3ヶ月ぐらいやったかなあの時、ぐらいやったかもしれないですけど、それだとねちょっとねあんま増えないと、本当に便利にするならもう1時間に1本ぐらい走ってバス走らせるぐらいのことをやった上ではないと潜在需要の掘り起こしはできないと思うし、それから乗ってもくれないと思います。なので、究極的に言うと、もう究極的には、車社会からの転換を図らない限り、無理なんですよ。で、観光で増やすには限界っていうのはもうこれは散々言ってる通りですし、この間も根室本線の、話をしました。新徳富良野の間を残すにはどうしたらいいかって、私結局、観光需要は確かにあると思うんですよ。トマム、フラノ、ビエという、もうなかなかの北海道のビッグネームでございます。このビッグネームをもってしても絶対無理だと思うんですよ。なので私は新千歳空港と旭川を結ぶ特急列車の構想があるから、それとくっつけてやれば
まだワンチャンあるかなっていう、そこまでやらないと無理なんですが、ここにはそういう空港連絡特急の構想なんかないので、観光だけじゃ無理なんですよ。だから普段使いをやらない、増やさなきゃいけないんですが、人はそこそこ住んでますから、極端なし、城崎温泉の周辺に住んでる人と浜坂の周辺に住んでる人が、みんな車を止めて、列車に乗り換えてくれれば多少は増えると思いますよ。2000はいかないかもしれませんけれど、なのでもう本当にもうこれから、私たちの街は、もう公共交通をこれから重視して、もう車社会からの大転換を図りますぐらいのことを、それが住民に支持されるかどうかは難しいところなんですが、そこまでやって初めて、こういういろんな実証実験とかなんとかの、効果が現れると思うんですけれど、ですね、車社会からの転換を図るということは、こういう、体験調査で話したような、そういうコミュニティバスとか走らせて、もしくはパーク&ライドとか作ってとか、そういうことも全部ひっくるめてだと思うんですけども、それとはプラスですね、車社会からの転換を図るということは、国道沿いにあるような、ロードサイド店舗を全部駅の周辺に持ってきて、昔みたいに駅の周辺に商店街があるみたいな街にしないといけないんですよ。商店街はともかくとして、極端な話、駅にイオン、国道沿いにあるイオンモールを駅に持ってくるぐらいのことをしないといけないんです。でこれってなかなか難しいですよね。まずはだからみんな行政でできるところからということで、役所のね、場所を駅のところにしてみたりとか、他のでなんかこうシニアセンターみたいなものを駅のところにしてみたりとか、とりあえずまず行政でできること、和歌山みたいな大きな町でもですね、和歌山市の駅のところに、伝え図書館を作ったりとかっていうようなことで、まずその行政でできるようなことが出てくるんです。あそこ昔も高島屋だったけど、高島屋撤退しちゃったから、ああいう伝え図書館になっちゃったりしてるんですけど、これがもう浜坂とか城崎温泉のレベルになるともっと難しいわけですよね。でもそれをもう行政だけじゃなくて民間のものを駅の近くに持ってくるぐらいのことをしないと車社会からの転換というのは図れないんですが、ですよ、がです、ここからが難しいところで、民間のものとか行政のものを駅に持ってくればいいっていうふうに言うんですけど、今のこの状態では先行き不透明な段階で、例えばやっても結果が出なくて廃線になっちゃうかもしれないのに、駅の近くにみんな移しちゃったって言ったらもう目も当てられないわけですよ。ですから今この不透明な段階で車社会の転換を図ると言ってもですね、できることって全部できるわけじゃないんですよ。これがもうこの先20年鉄道が残りますって完全に決まったんなら、20年ぐらい残るって決まったんだったら、もう移せるものはみんな移しましょう、もうこれからは駅周辺にもうどんどん街を広げていくというような街づくりをしていきましょうというふうに行政も動いていけると思うんですが、今の段階ではそれができないんですよ、先がわからないから。だからちょっと話はそれますけれど、昔私輸送密度2000とか3000ぐらいのところこそ今後を考えてやらなきゃいけないって話をして、弥彦線とか氷見線とか城花線といったところを例に挙げて、で例には出さなかったけど、例えば岡山の津山線、あたりもそういったところに含まれてくると思うんですが、こういう路線こそ今からそういうふうに動いておかないといけないと思うんですよ。これから人口減少していくんで、そういった今 OK な路線でも10年後20年後危うく、何もしないと危うくなってしまう可能性があるんで、公共交通へのシフトっていうのを今から測っていかないと、そういったところでも難しくなってくるかもしれないんで、である意味今こういう、言葉を選ばずに言えば損廃協議だと思うんですけど、そういう段階に差し掛かっているところで車社会からの転換を図るって言ってもできることって本当限られるんです。駅の周辺に物を持ってこれないです。時間も短いし、持ってきたところ持ってこれたとしても先がわからないから、だって駅がなくなってしまったら、そもそも駅の周辺って今不便だから人が寄りつかなくなってるわけでしょ。もう鉄道がなくなるんで、じゃあ役場をそろそろ引っ越しの時期です、役場を引っ越しましょうって言うんだったら、もう人がいっぱい集まってるスーパーの横とかに持って行った方がいいわけじゃないですか、駅の誰も来ない駅のところに持っていくよりも。だから今これが行政の難しいところって多分そこじゃないかと思います。なのでできることが限られている段階で、だから今できるんだったら本当にバスを走らせて乗り継ぎをもう便利にして本数を増やしてパーク&ライドを作ってっていうことぐらいしか多分今できないと思う。それで果たして2000いくかどうかっていうことになると、正直なところ微妙だなとは思います。
あと、今回のこの競技の中で一番大きな収穫というか、結果が出た、結果じゃないんですけど、まあ、収穫と言っていいのかな、交通連合結成の可能性といったところに言及されたことでございます。でこれについては JR 西日本も好意的に受け止めていて、で交通連合っていうのは何かっていうと、その地方の公共交通をもう全部、まあ、バスから鉄道から何から何まで全部一本化、まあ、極端には一本化、まあ、統合してしまうような、統合まで行かないにしても全てを管理するような会社を作るというような感じでございます。で広い意味で言えば交通連合っていうのは、例えば今まで私がお話してきた中では、徳島バスと JR 四国の麦線、JR 四国の切符で徳島バスに乗れますよみたいになったこと、こういったものが交通連合ですし、あとは熊本とか岡山でバス路線の調整が行われました。事業者の間で話し合って調整が行われました。これちょっと前までは独占禁止法にかかったんでできなかったんです。っていうのは、まあ、バス会社、例えば A 社と B 社があって、それがまあ競合路線してて、そうするとお互いに競合するからいいサービスを提供しようとして、これは消費者にとっていいことですよね。ところがこれが談合しちゃって、ここはもう B 社さん手引いてください、その代わり B 社さんあっちやっていいですから、でここやりましょう、その代わりお互い料金下げないでやりましょうみたいなことをやっちゃうと、消費者の利益に反するわけですね。ですからこれはもう談合ですから独占禁止法にかかるわけですけど、もう今そうも言ってられなくなってきた。もう調整しても、お話しし合って調整してもいいですから、ちゃんと皆さん路線維持してくださいという方向に今なってるんです。でこれもだから交通連合を結成するっていうのはそういうことなんです。この、兵庫県北部の田島地区ですね、こういったところをこれから、交通を残していくということで、みんな事業者が集まって一本化していきましょうみたいなことで、まあいわばそういう交通を全部統合する第三セクターみたいなものを作る、兵庫県と、まあ、沿線自治体みたいなお金を出し合って、そういったところが、まあ、鉄道も例えば上下分離にするとかっていうようなことですよね。そういった、それを実際やるかどうかは別ですけども、そういった公共交通を一本的に統合して考えられるような連合組織を作った方がいいんじゃないかっていうことが言われました。ですから JR 西日本が評価しているのはそういったところですね。公共交通全体について考えてもらえるということです。まあ、ぶっちゃけて言えば JR 西日本とすれば除染はもうやめてしまいたいんでしょうけれど、一応そのね、大量交通機関としてはもう機能しなくなってるんではないかと、それを皆さん考えてくださいっていうのが、今回、このいうデータを発表した趣旨ですというふうに JR 西日本は言ってるんで、ですから、まあ、こういう交通連合を結成して考えてもらうっていうのは JR 西日本にとっては願ってもないことなんですが、ただこれを進めていくとやはり最終的には鉄道とバスの選択を迫られるでしょうし、もっと言えばバス路線も、地方のバス路線はどんどんコミュニティバスとかオンデマンドに置き換えられていく可能性というのはあります。それが、まあ、交通連合にするとどうしてもそういうふうになってしまう、どういうふうに、なんて言えばいいのだ要領よくじゃないですけどね、無駄なくスムーズに交通を全部いろんなところに動かすようにするっていうようなことですよね。それが交通連合のですから、鉄道とバスがダブってるところがあればどっちかでいいんじゃないっていう話になってくると思うんで、そうするとやっぱり鉄道とバスの選択っていうのは出てくると思うんですね。それからまあ地方で行くとバス路線ももういらない、オンデマンドにしましょうみたいな話になってくると思います。はい。ですから今回のこの中で最初のところでこの利用促進案とかっていうのは、これは正直なとこ、ここはそんなに重要じゃないです。むしろできることが限られてるっていうことが分かったっていうのがある意味の収穫です。車社会から転換を図るってもなかなか簡単にできないということ、今もうこの段階になっちゃうと、それから交通連合を結成して今後どうやって地方の公共交通をまとまってみんなで考えていくかっていうところに言及されたこと、こういったことが今回のこのワーキングチーム提案という、まあこういう協議会があるんですが、そこの中で得られた一番大きな収穫ではないかなと思います。本当にまあ返すもんですけど、もうやっぱりちょっとね、動きが今だと本当にね、もうあまりにも車社会に行き過ぎちゃって後戻りできなくなっちゃってるなっていうのは正直なところです。もう今更やっぱりその街をね作り変えるぐらいのことをしないと車社会からの転換は図れないんですが、
もうこういうローカル線ではそれもなかなか難しくなってる。だからこそその一つ、まあ、手前にいるというか一つ上にいるような路線のところはそういったところを考えてやっていかないと、まあ、いけないのではないかなというふうに思います。もう振り切っちゃって車社会でいいじゃんっていう風にする自治体が一つぐらいあってもいいのかなと思ったりもするんですけどね。もう徹底的に車が便利な街にする、公共交通にかけるお金は極力最小限にして人はなるべく固まって住んで、もう車でもう移動することを全部前提にして、駐車場は安く道路は広くみたいな、もうそんなところがあっても逆にそういうところが逆に出てくるんじゃないかなと思うんですけどね。ということで今日は山陰本線のこのイージー利用促進ワーキングチーム提案というね、これまあ産経新聞とか関西テレビか関西テレビとか毎日新聞かな、そういったところでも報道されてるんで、ちょっとググったら出てくると思いますんでそういったところも合わせてご覧になってみてください。ということで今日は以上です。ご視聴どうもありがとうございました。